皆さんこんにちは、アイモン料理部へようこそ。今日は完熟バナナとオートミール粉を使った美味しいバナナケーキを紹介したいと思います。綺麗に膨らませるコツなんかも紹介していきたいと思います。朝ね、ちょっと時間がなくて詳しい工程は取れてないんですけど、詳しいレシピを英語と日本語両方でクックパッドに書いたので、後で概要欄にリンクしておきます。携帯からも簡単に見れます。バナナとオートミールは両方食物繊維も豊富だけど、メラトニンとかトリプトファンという眠りを促してくれる栄養素も豊富なので、不眠気味の人とかにもすごくおすすめです。で、食物繊維も豊富なので便秘がちな人とか、あと体質改善したい人にもすごくおすすめのレシピです。あとね、腹持ちがいいので朝食とか、あとお子様のおやつにもとてもいいです。まずこれはバナナを滑らかになるまでバニラエッセンスとともに潰してあります。あとバニラエッセンスのレシピも私のクックパッドに載せてあります。バニラエッセンスも実は簡単に作れます。で、バナナを滑らかになるまで潰したら、後で色が変わりにくいので、私はその方が好きです。さつまいもとかのね、ケーキ作る時ももう潰して入れちゃう方が色が変わらないので私は好きだけど、角切りにしたり、あと上に乗せたり、すごくおしゃれに作ってる人がいるなーって、こうインスタとかを見てたら思います。まあね、これは家庭用なので綺麗に最初に全部潰しちゃいます。で、バナナはポツポツのついた完熟バナナを使う方がいいです。で、オートミールでオーツ粉を作る方法も過去の YouTube で紹介してます。で、卵はなるべく新鮮なものを使ってください。で、今回はバターの代わりにココナッツオイルを使っていきます。で、これ蜂蜜を見せてるんですけど、今回のレシピはメープルシロップを使いました。蜂蜜はね、アーユルヴェーダではあんまり加熱しない方がいいとされてるので、私は最近焼き菓子に蜂蜜は入れません。 あとバターの代わりにココナッツオイルを使用しました。ココナッツオイルもアーユルヴェーダでは体にいい油だとされています。で、レシピのココナッツオイルは 60ml なんですけど、オイル減らしたい人は半量にしても構いません。しっとり感がねちょっと減るんだけど、半量にしてもいいし、オイルの代わりに卵を一つ使ってもいいです。でもその際はちょっと生地がスポンジ状になります。もうちょっとドライな生地になります。このレシピ通りに作ったらしっとりしたマフィンが作れます。で、ベーキングパウダーと重曹を併用する理由はそれぞれ役割が違って、レモン汁を入れることで重曹がより活性化するので、縦と横両方に綺麗に膨らむのと、あと併用することで焼き上がりが綺麗に仕上がります。生地を練ったらもう速攻オーブンに入れて焼いてください。あとね、下に水を張って蒸気を入れるのもおすすめです。で、このマフィンは冷めても美味しいマフィンです。半分たくさん作って半分冷凍したりするのも便利で、朝食として便利でおすすめです。で、使ったスパイスです。ローズマリーはちょっと焼き菓子に入れると抗酸化作用があります。トッピングをね、ブルーベリーとかチョコとかクランベリーとかクルミとか、いろんなトッピングにしておくと後で人にあげるときに選んでもらえるので楽しいと思います。本当にすごく簡単で失敗しないレシピなので、ぜひ作ってみてください。あとね、オートミールはダイエットにもいいし環境にもいいし、もういいことだらけなので、あんまり食べ慣れてないって人も粉にしたらお好み焼きとかいろいろ使えるので、まずちっちゃめのオートミールを買っていろいろ作って試してみてください。オートミールはね、無塩でなるべくグルテンフリーと書いたものが一番おすすめです。じゃあ今日は動画見てくれてありがとう。参考になれば幸いです。温かい飲み物を飲んで、この時期みんなも風邪をひかないように、
元気に過ごしてください。またね、バイバイ。